知らない、残れてる。 OK。はい、としぴちゃんです。今日は何してますか？ハイキングをしてます。ということでハイキングに行ってきます。なんかこの前のタセックラマの時にいろんな人に紹介してもらったんですけど、やっと重い腰を上げてハイキングします。ここはどこですか？わからない。そう、エンパイアホテルに近いところです。こんな感じです。しょっぱな、ていうかゴールあんのかなこれ。けどなんか、運動不足かわからないけど、この階段結構きつい。しっかり、ということでね、迷わないように気をつけながら行ってきます。ちょっとゴールとかどこにあるかわかんないし、どんぐらいで終わるかもわかんないけど、とりあえず行ってみます。カナダがあるじゃん。本当だ。今回はしっかり長袖を履いてきました。蚊とかね、そういうのがいるんで気をつけた方がいいです。暑い、暑いね。今3時で、ブルネイでは一番暑い気温の中で来ました。ちゃんと帽子つけてるから、押し付けです。でも暑いです。あれ、車いるね。あ、そっちから来れるんだ。なんと、ということでここまでは車で行けるらしいっす。知らんかったっす。まだ森ってか山って感じしないかな。これが入り口だな。うん、汗っかいです。なんか車いっぱいあるけど人全然いねえな。公園もあるじゃん、ここ。どっちやろ、右？でも右やろ。まあ、サインがあるから、うん、それを見ながら。初めての別れ道。どっち？右でしょ。266メートルか253メートル、うん、でも分からんよ。こっちやろ、右やろ。覚悟を決めましょう。よいしょ。あー、きついなこれ。本当だ。まあ運動不足だったからちょうどいいんじゃないですか、あなたは。え？コロナになってそこから回復できてるかちょっとわかんないんだけど、あー、きつい。手で持つの辛くなってきたんで頭に装着、ヘッドギアで装着しますんで、しばらくお待ちください。レッツゴー。頭に装着しました。取れてるかどうかわかんないけど、どこ？おお、取れてるかな。取れてるよね、多分。知らない。取れてる。オッケー。やば。
おい、やばい、これ。どう、え、そこで休憩する。いい、大丈夫、水止めよ、水分補給大事。おい、ヘッズアップ、センパファイ。おい、ハイキング好きやろ。周りの景色楽しめよ。マイナスイオン、エアチェンジ。うるさい。ブルネイといえばハイキングですよ。今はどこや、今どこやろ、こうか、今ここ。でもね、ニュースでもやってましたけどね、あの今ハイリーヘビーサンダーストームレイニングシーズンディスウィークだから、ホープリーノット、 It is not today but cloudy right now、 Sorry、 おお、山道っぽくなってきたじゃん。 You're lucky。で結構あそこよりもあれやね、タセクラマよりもしっかりしてる、道が岩とかになってて、印象的にはまあこの道だよねって書いてます。わかるね。まあタセクラマも分かったけど、ふう、蛇とかいなきゃいいけどね。まあ1時間以内で行けんじゃないの。これが4時間だったらどうする。そしたら走って逃げるよ、走って帰るよ。でもあそこにマップに書いてあったけど、そんな長い道じゃなかったよ、うん、これ大丈夫、写真行く。あのマップ写真撮っときゃよかったな。あー、そうだね。いや、誰、ハロー、はい、はい、すごいね、走ってた、すごい。体力半端ないです。体力半端ない。これがブルナイアンですよ。パワフル、パワフルよ。大丈夫、うん、まあ最悪来た道帰ればいいからね。最悪来た道帰ればなんとかなる。だから戻ればバックすれば。あ、これを。ああ、うん、迷うことはないけど、初チャレンジですからね、うん、サインがないから怖いんですよ。ということで一旦ちょっとあの充電がなくなってきたんで切ります。またあの最後に撮れるか、遭難した後に撮れるかどっちか分かんないですけど、はい、一旦切ります。ということで、何分？40分。40分ロスしました。理由はですね、このポンドック3217に行っちゃいました。違います。こっち260m。このマップからして、こっちじゃなくてこっちでした。ということで、スタートするか。うん、歩いてたので、yes. 外れ道にたまたま人が歩いてたから、よかった、案内してくれた。ニュージーランドのね、もし私たちがあのもうそのまま行ったらもう帰れなくなりました。本当に自由的に。ということで気をつけてください。これまっすぐじゃなくて左、3217m のとこ行っちゃいけます。260m のとこ行ってくださいね、はい、いや、そもそもね、このログハウスが見えてくる予定だったんだけど、20分30分歩いても見えてこなかったから変だなと思って、ここからここで 1,2,3,4 を行ったら次を左って言ってたんですけど、なんかミスりましたんで、ハロー、ハロー、はい、ということでリスタートしましょう。いや、体力歩く2人についてが大変だった。そう、きつかった。いや、because you are so 頑張ってたから、これすげえな、できるなって思って。なるほど、あの、気ぃ使ってやった。
いや俺ですらきつかったよ。いや相当トレッキングマンだった。いやなんかもう筋肉足も長いしさ。いや足長い、足長いからも大変でしたよ。あそこ一歩で行くみたいな。なんかここ、難しいって有名って言ってたからね。あそう迷ったらやばいね。実際こっちは、あの結構難しい方って言ってたから、ここは有名。ここ？ここが？いやそう。実際迷わなければ別に難しいと思わないけど。Anyway、道は迷わない方がいいね。